我々についての知識の少ない日本にあったおかげとはいえ、日本支部の者たちの活躍には賛辞を送るべきだな。ようやくこれで我々も第三海底に進化することができるわけだ。サマエルの心臓を使うことのできるのはいつになる？我らニーベルンゲン騎士団の長年の悲願がついに叶う時が来るのだ、男爵。気が早いな、諸君。まだ我らの道のりは半ばを過ぎたばかりだ。その上、我らの敵も消えたわけではない。信仰心薄き今の世とはいえ、我ら闇の使徒を憎み、我らの崇高な目的を阻止しようとする者どもの数も未だ多い。目的の成功は諸君の手にかかっているのだ。ご心配なさいますな、ハルバーシュテッド男爵。我らニーベルンゲン騎士団の力を疑い召さるな。どのような障害も我らの前では塵となることでしょう。その言葉を聞いて安堵した。期待しているよ、諸君。俺の名は八重不二郎。この横浜にちっぽけな事務所を構えるしがない探偵だ。だが俺にはもう一つ裏の顔がある。おっと、こいつはまだ秘密の話だ。八重探偵事務所ですが。はいはい、わかりました。お待ちしています。先ほどお電話を差し上げました、マリア・ド・ラクールと申します。どうかしまして？いや、失礼。あまりあなたがお美しいものでお上手ですこと。まったく、こんなバスエの探偵事務所には似つかわしくねえ美女だ。その美しさは魔的ですらある。こいつは何か面倒なことじゃなければいいが。早速ですが、お願いしたいのはハントの件なんです。そーら、おいでなすった。ハントとは何のことでしょうか？おとぼけにならないでください。すべてわかっているのですから。ブラックロッジハンター、八重不二郎さん。俺の裏の仕事、ブラックロッジハンター。一言で言えば魔術結社の潰し屋である。どこで嗅ぎつけてきたのやら。潰してほしい組織の名はニーベルンゲン騎士団。それはまた。ニーベルンゲン騎士団、国際的なテロリストの集団として有名なヨーロッパ最大の魔術結社だ。それを個人に潰せた。こいつは始末が悪いぜ。あまり乗り気ではないご様子ね。でもこの仕事はあなたにとって関わらざるを得ない理由もありますのよ。と言いますと？柳谷義一という男をご存知？ええ、古い知り合いですが。そいつが何か？彼は今
ニーベルンゲン騎士団の幹部の一人、栄光ホドのギーチですわ。柳谷ギーチ、忘れたくても忘れられないその名前。奴は俺のやっていた格闘術飛鳥流準剣道における兄弟子でありながら、俺たちの師匠を裏切り殺害した。つまりは俺の仇ってわけだ。わかりました、お引き受けしましょう。ただし高くつきますよ。報酬は1000万円、必要経費は別途要求する。この条件でいかがでしょう。結構ですわ。ついてはあなたの知っている限りの情報をご提供願いましょうかね。本部の場所は私も知りませんの。ただジュネーブ郊外にある古城の一つがアジトになっていると聞いています。 OK、 じゃあぼちぼち今夜あたりから取り掛かるとしますか。よろしくお願いしますわ。目の前の美しき依頼人を横目で見ながら、この仕事を引き受けたことを俺はすでに後悔し始めていた。しまった、騎士団の追っ手か。すみません、どうやらつけられていたようですね。騎士団の連中か。多分。でもさすがですかね、噂以上だわ。お世辞は結構、そいつは仕事を終えてからにしてもらいましょう。それよりあなたも騎士団に顔を知られた以上身を隠した方がいい。え、まったく面倒なことになったもんだ。こいつはぼやぼやしてらんねえ。明日早速ジュネーブに飛ぶとするか。
なかなかやるじゃないか。さすがはブラックロッジハンター、ヤライ・フジロー。噂だけではないというわけだね。あんな雑魚相手に手間かけてられっかよ。これは紹介が遅れたね。私はニーベルンゲン騎士だ。日本支部を統括する非番イエソドのフェンダース。この世の名残に覚えておいてもらおう。そいつはこっちのセリフだ。やるな。だが私を倒したところで我が騎士団は追放とも答えはしない。わずかに伸びたであろう己の人生を大事にするがよい。たく減らず口ばかり多い野郎だぜ。やれやれ、初っ端からこの調子じゃ先が思いやられるぜ。1000万じゃ割に合わねえな、こりゃ。随分と弱気なご発言ですね。誰だ。あまり大声を出されると他の皆さんのご迷惑ですよ。やかましい。てめえは誰かと聞いてるんだ。鈴掛清四郎。鈴掛ってとプロフェッサーとあだ名される凄腕の魔術師、鈴掛さんかい？君は、ヤライ・フジロー君ですね。ほう、俺をご存知とは、こりゃ光栄ですな。で、俺に何の用だ？腕利きのブラックロッジハンターの君と魔術師の私、なかなか面白い組み合わせだとは思いませんか？それがどうした？一つ提案がありましてね。提案？そう。現在私とあなたは同じ立場にあるということです。ニーベルンゲン騎士団と敵対するという一点において。ほう、それでどうです？私と手を組んでみませんか？なんだと？条件は一つだけ。あなたはあなたの依頼人からの報酬を受け取る。私はそれには一切手を出さない。随分と無欲じゃねえか。その代わり、私は騎士団の所有しているある宝石をいただきます。それでどうでしょう？